つい先日子供が熱を出しましたというのを、喜怒哀楽でやります。この間ですね、うちの娘が、3歳の娘が39度の熱出したんですよ。この間ね、うちの3歳の娘がね、39度の熱出したんですよ。この間ね、うちの3歳の娘がね、39度の熱出したんですよ。この間ね、うちの3歳の娘がなんと39度ですね。今日は、マイムなんですけど、前回はちっちゃいペットボトルでした。今度はカバンを持ってみたいと思います。はい、はい、はいはいはい、いいですよ。今どんなカバンでした？こんなんですね。はい、わかりました、わかりました。で、今カバンってこれはどういう形のでどんな風に置かれてました？なんか、はい、なんてやろなんて言ったらいいんやろなんて言ったんやろなんか、はい、いいですよ。じゃあここにありました。レイカちゃんの取っ手の位置はここぐらいか。え、だからこんなんかなと思ったでも、こんだけあるんだよね。残りは地面に埋まってたのか。これが横になってましたよっていうのやったら、こう持ち上げたんだよっていうのやったらいいんですよ。でも、まっすぐ置かれてるものをグッとこう大きくなったな。ちょっとその辺を意識しながら、じゃあ佃さんお願いします。4人してきました。4人ですね。OK です、OK です。じゃあもう一回ちょっと来てください。はい、重たいものをここか、あのカバンですね。はい、なんか、スーツケースというかあんな大きいものですかね。はい、持ってみてください。じゃあ持ってみてください。はい、それを掴んで持ち上げます。はい、よいしょ。で、歩きます。そうですね。それはコロコロで引っ張ってるんですか？持ち上げてる。あの足が短いからちょっとカバンが地べたにつるんですね。そのままだと持ちました。はい、重たいです。はい、そこまではいいです。はい、このままいきますね。はい、こうなんですね。はい、多分ね、この重さが伝わらないんですよ。はい、持ちました。重たいはどうやって表現するかというと、こう重たくないんですよ。こうすると重たいんですね。重さが見えて、こうやっていきます。はい、その時にここは抵抗があるので、一歩出します。そのままこういくとね、スライドしちゃうんです。そうじゃなくて、こんな感じですかね。あ、そうですね。あ、はい、うん、重たいものを引っ張ってますよっていう、あの、まあちょっと大げさにするとこうですねっていうのがあると、だいぶ重さが見えてくると。
はいはい。それはどっちの方にかかりました？今こっちの方。そっちの方。はい。もう一回かけてください。それはこう紐の長いやつで。そうです。ここそうです。ボディバッグみたいな。はいはい。じゃあやる。そうだね。なるほど。左手がね、途中からどっかにふわっとなるんですけど、それはもう離しちゃった。あ、そうですね。かかったと思って外した。あ、なるほど。そうだね。それが多分なんか大きいので、はい、紐が急にビューンと伸びたように見えたんですよ。ここからこうかかって、ここに本体があるみたいな感じですか？あ、こういうカバンですか？ここに本体がある。はい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 。じゃあもう一回持ち上げてみましょう。はい、持ち上げました。今ここに本体がありますね。はい、かけますよ。左手のがいつ離したのかが多分分かりにくいですよ。こうかけてイメージね、はい、このまま外れていくような感じがして、いつ離したのかが多分分かりにくいんで、はい、急に持ったままギュッてしてるように見えちゃうかなと思います。なるほど。どんなカバンですかね？リュックです。あ、リュックですね。じゃあリュックかけてみましょうか。はい、はい、学校に行くときに朝支度をして、じゃあ行ってきます、前にカバンをかけます。はい、よいしょ。あ、そうですね。はい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 。あ、だいぶいいじゃないですか。いいですよ。喜びました。でもいつもやってる通りにやってくれたと思います。だからこうして、でこっちでなんかちょっとこうみたいなね、そんな感じがあると、こう探しててかけて、ここの辺で引っかかって、なんやねんこれ、よいしょ。あ、よくあるでしょ。あ、まあそこまで、まあ、今は必要ないですけど、いつもやってるのを意識してるとやりやすいと思いますね。はい、で重さと、大きさと、それから今紐をかけるんであれば、その紐が今どこにあるのか、でどこに体重がかか、その重さがかかっているのか、その辺を意識するとだいぶ変わってくると思います。